東山食堂、ここ何になるの？住所塩尻、まあ、塩尻焼肉屋さん東山食堂。はい、ニュースと椅子ぶきがよろしいですか？座敷がいいね。座敷がいいです、はい、どちらも空いてます。どっちがいいですか？こっちです。サインの部屋よ。サインの部屋よ。ジンギスと？ジンギスとホルモン食いてえな、やっぱホルモン。あ、そうそう、ここはね、ラーメンも美味しいんだよな。あとラーメン、こうこの鍋がすごいだよね。義経鍋。これ何鍋？義経鍋。義経鍋、どういうこと？わかりません。義経鍋とは、焼肉と鍋を同時に味わえるように工夫された鍋のことで、その昔、源義経が山中で山鳥を射て兜を鍋に鶏肉を焼き、山菜を煮て空腹を満たしたという伝説に由来しております。広いんだよ。迷子なのかどうか。トイレ行って帰り迷子なのかどうか。広いでしょ。あれ、ホルモン。じゃあ焼きます。どういう焼くの？面白い。で、野菜は、うん、さんね、はい、ここに入れる。あ、それで俺も入ってんだ。茹でるみたいな。茹でるのね。よしつねなの。よしつね、なんでよしつねなの？知らない。それがジンギスね。ジンギス。熱いね。ここに油が落ちるようにはなってるんだけど。あ、なるほど。あー、これまた透き通って綺麗なラーメンだね。ラーメン越しにこうやってほら油が溜まってね、落ちるように。美味しい。ニンニクとリンゴ？あ、だね。ニンニクとリンゴだよね、メインが。うん、他の人みたいな何かと思うよ。メガン。大きい。メンコムソン。これ、ここに油が、ほら。どんどん落ちてくる。油がちゃんと落ちるから、すごいね。おここにダイブしたいもん。そうそうそう。ここにここに入りたい。あれですね。うまい。ラーメン出てくるの早かったね。うん、すごい肉厚だね。うん、あ、昔ながらの食堂で出てくるようで本当うまい。ちょっと甘めがすごく甘い。ね、甘め炒めるとしょっぱい。でも思ったけどさ、こうあれだね、こう仲間とか人だと本当に心配するんだね。そうだね。なんであれ嫁だと全く心配しないんだろう。携帯なくしたんだけど。カーボ？バーンって。どこでよ？いつよ？なんでよ？みゆきさんの旦那さんだったのか。優しいんだ。あ、でも年上だからね。ああ、そっか。違うんだわ。俺らはやっぱりあれだ、月断だ。月断だ。月断であり月断だ。月断。よし、じゃあ行きますか。スカンか。いや、スマホ忘れました。そう。そうだね。はい、どうぞ。ソフトクリームを。ソフトクリームがあるんですよ。あー、すごーい。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
がとう。これがブルーなんですよ。ちょうどいい背骨の塩梅が大事だよね、うん、あ、美味しい。うわー、美味しかったね。よかった。なんか東の感じがいいね。東山から見る西山だね。ほんとこれうまいんだよ、うん、このソフト。おいしい。じゃあもろもろ生産する。人生をね。人生を生産を。人生といろんな関係も、うん、夕日を見ながら緑3人でソフトクリームをT シャツにデカデカと名前を書いた3人がソフトクリームを食べるね、うん。